では、ご紹介します。あちらにいらっしゃるのは森林総合研の山田美穂さんです。こちらが監督岩崎ですが、この映画の外側にあるいは内側といっていいんでしょうか、そういうところに関わるような話をいくつかしていただいて、皆さんの中で何か疑問があったらとかお聞きになりたいことがあったら、その後で、質問をいただいて、できるだけ、あまり長い時間をかけない小さいシンポジウムを行いたいと思います。どうぞよろしく。はい、では私の方から座ったままでご挨拶いたします。お暑い中今日はありがとうございます。たくさんご覧いただいて、シリーズも4作目になりました。つまり4年通ったんですけども、原発事故からは趣味の5年経ちましたね。でまあ感じるのは何と言いますかね、風化ということがありますけども、5年の趣味でマスメディアも今年3月、テレビの新聞も書いたんですけど、何ですか、傾向としては除染をかなり行ったからそろそろ帰れるというような方向の報道が多いように僕には思います。で実際、去年は楢葉町とか、今年この4月12日には、南相馬市の歌川区というところ、なんですか、相馬の真上に向けたのが解除なんですね。で飯舘村というところは来年3月末に、解除と決定しています。ところが今日の僕は東京新聞を見てちょっと面白いと言っているのは語弊があると思うんですけども、山菜の汚染土の検証した記事がありまして、コシアブラ、コゴミ、それから何でしたかな、フキノトウ等とありまして、みんな万以上のベクレルとか何千ベクレル低いので、ウド、タラの芽ですか、これは低いと、料理すればもっと下がるというような記事があったんですけども、いずれにしても今日の映画をご覧になっていただいたと思うんですけども、キノコなんていうのは、松茸にしろコウタケにしろ何万何千ベクレルというのが現実にあるわけですね。そういうところへ返してどういうことになるのかと、飯舘村は本当山村というか山の中で、山菜にかなり頼っている人が多いと思うんですけども、そのことを考えるとちょっと、いかがなものかと思いますので、専門家の山田さんに、長年、山田さんは11年の12月からですかね、ずっと毎年入ってますの で最初は川内村でしたけど、今は飯舘村の蕨平ってそういう名前の非常に線量が高いところでネズミの調査をしています。よろしくお願いします。はい、皆さんどうもよろしくお願いします。今日本当に多数の方がですね、岩崎監督の映画ご覧になっているということで、私自身本当に暑い夏の盛りなのにですね、たくさんの方がおいでになっているというのは本当に感動いたしまして、皆さんの関心が強いなというのも思いました。でそれからですね、5年事故から放射能が放出されて5年経過してるんですけど、人間って本当5年ってすごく意識がバーッと次々とですね、次のいろんな問題に移っているので、もう放射能のこととか福島のこととか随分すっかりもう頭の中から消え去ってるのかなというふうに思ってたんですけども、本日ここへおいでの方々の、関心というか持っていただいていることに関して本当にそうではないという方々も多いということをですね、感動を覚えました。それから今岩崎監督からですね、5年過ぎて、飯舘とかですね帰還させるということを、政府が帰還をですね推奨していると、でそのための除染ですねが随分進んでいると
という線量が落ちてきた、生活する空間が落ちてきたということを根拠にしてですね、住民を変えていただくという政策が進んでるわけですけども、まあ確かに線量計がいろんなところに設置はされているんですけども、その周囲の線量を測ると決してその電光掲示板の数値とは違うより高い値が出ていたりします。それから今日映画で見ていただいたんですけども、ネズミなんですけども、除染してない場所なんですよね。自然の中で生活しておりまして、その数値見ると決してその平均値で言っても下がってないですね。5年経過しても下がってないで、134と137というセシウム の同位体があるんですけども、134というのは、半減期が2年ぐらいなので随分下がってるんですけども、137っていうのは30年ぐらいが半減期とされておりまして、したがって30年かかってようやく半分にしかならないというとこなんですね。だから5年というのはまだほんのちょっとしか下がってないということとかがあります。それからこの間なんか新聞って読んだのかな、どこかの先生が、170年以上かかると放射能が、福島から影響なくなるというかな、ゼロに近い線量になるのは170年かかるという数値を出されていたのをご存知と思うんですけど、で私たち受けると170年後ゼロになるんだなとこう思うんですけど、その新聞の記事だったと思うんですけど、今から過去170年のことを考えると確か水の棚国とかねだったらしいんですよね。170年前、私たちは将来を170年で考えたらすぐだなと思うかもしれないですけど、今から過去を振り返ると全然水野忠邦さんが生きてったとかってそういう想像すらできないということは、我々の将来170年後の人たちは私たちの行ったことに対してなんていうのか、いや責任が持てるかどうかという意味ですね。それ含めて全然100年やるいは200年というのはもう想像がつかないっていうふうに考えなきゃいけないんじゃないかと思ったんですね。ちょっとしたがってですね、それから、非常に放射能の影響、セシウムだけではなくてですね、非常にもっと長い線量を持つものもありますし、プルトニウムとかですね、いろんなものもあるわけです。たまたま私たちはセシウム、放射線セシウムしか見てないわけですけども、だからそういう意味では本当に、もう少しいろんなことを考えていかなきゃいけないんですが、なかなか、限られた中でしか判断ができないというのが、研究者の立場からしてもですね、非常に残念なことであります。映画の中で、東北大学の福田先生でした、戸本先生がおっしゃってたんですけど、本当に真面目な研究者ほどですね、放射能の研究に付き合うとことがですね、大変困難な金銭、研究費とか金銭的なこととか業績を上げるとか結果を出すということに対して非常に何ていうか雲をつかむような状況でせざるを得ないとかですね、非常に5年という事故から5年が過ぎて、しまってるんですけども、まだまだ分からないことばかりでですね、これを研究としてどういうふうに取り上げていくかということすらも非常に悩みながらやっているのは事実です。したがってでも岩田さんまだ続けるんでしょやめるわけじゃないでしょ線量が下がってないのでですねそろそろこう傾向が出てきたらですね、もういいかなと思うんですけど、ネズミ の線量が全然下がってくれないので、これはやっぱり10年ぐらい目指して付き合わなきゃいけないのかなと思います。ただ、私自身もですね、10年という期間が研究できるかどうかというのも限られておりますし、そういう意味でですね、本当
帰還するという問題がえいやというかですね、もうせざるを得ないというか、いろんな情勢の中で判断が下されているのかもしれませんが、実際にあの福島の、除染された場所ということを考えればですね、線量は落ちてるんでしょうが、ちょっと外れたところへ行くと決してそうではないんだよということを示していると思います。それが人々にとっての健康とかですね、あるいは次の子どもたちにとっての健康とかっていうことを真剣に考えていくとですね、本当にこれはもう悩ましい問題で、しっかりとした検証というか、していかなきゃいけないんですけども、まあ、人間の場合はですね、またもっと違う社会的な問題とか、人と人間、個人と個人との関係とか、いろんな問題がこれ発生してきてですね、例えばこう風評被害とかっていうふうな話がよくありますけども、なんだかそっちの方へ流れていってしまうということがあったりしてですね、人間の場合は本当に難しい問題と思います。でそういう意味では野生動物は一切な文句言いませんので、自分が高い線量を持ってるよと、こっちは低い線量を持ってるよと言って、この人とこのネズミとこのネズミがこう何ですか、喧嘩始めるとか、そういうことは一切ありませんので、まあ、我々人間が真面目に調べていけばですね、何らかの結果は得られていくとは思っているので、そういう意味では先ほどの山菜とかですね、それから我々が口にする山菜とか、それからイノシシの肉とかですね、そういったものを何でしょうかね、こうしっかりと測定していって安全なのかどうかということをですね、みんなが知っていくということが基本だというふうに思います。はい、山田さんとはこの一作目からずっとの継続したお付き合いなんですけども、まあ、今日見ていただいた、いただいて分かるように、少しずつその、ネズミモグラの成果がですね、出てると僕は思うんです。で最初は、まあ、とりあえずこっちは取ろうということで来ましたけども、最初は川内村ですよね。比較対象として小川町ですか。から今は線量の高い飯舘村を去年からですよね、やり始めで、最初は内部被曝ですよね、言ってみればしゃべ内部被曝もどうなのかという、で去年からは今日みたいにチップを埋め込んだりして、その外部被曝も調べようという、難しいこともやられてまして、で見えてきたのは、一つは線量が減ってないという、これは大きいと思うんですよね。なんでなのか、確かに専門家がその地表5センチのあたりが一番高いと、そこに集まってくるというような事情があるということと、それから僕が一番驚いたのは、お母さんの体内の子供を胎児にもかなり影響があるということですよね。でそれは今回初めて分かってきたことで、見た中では危険はいなかったというけども、今後そういう影響が出てくる、来ないとは限らないわけですね。非常に山田さんもショッキングというおっしゃってたので、やっぱり丹念にやっていくことで、そういう事実がやはり見えてくる、継続するやっぱり力ってすごいなと思うんですよね。そういう意味で続けてほしいしですね、これから新しいテーマという言いますけど、先ほど言ったように、5年ってまだちょっと始めた気の遠くなるような長い年数必要でしょうけども、山田さんとしてはどの辺を目標といいますか、終着点はないと思うんですけど、目標といいますか、僕はいろんな鳥をやったり魚やったり哺乳類の